おはようございます、ドリキンです。さあ GoPro スタイルでちょっとまたメインチャンネルも更新を少し始めようかなと思ってる今日この頃ですが、とりあえずはドリ散歩とんないと。これね、こうなってくると GoPro の録画、再生録画を手元でオンオフできる、あれリモコンあったよね GoPro って、やべえ、それだ、それで再生リモ停止がコントロールできれば結構メインチャンネル部分とドリ散歩部分の取り分けができるかもしれない。一応ね、なんかこうあれなんですよ、うまく取り分けができる。今ももうなんかその話しつこいけど、その紙アプリ、おお道がやばかった、今は死んでもおかしくなかった。今日天気いいな、なんか朝がいつも最近曇ってて、すごい現像しててもなんかすごい灰色だなと思ってたんだけど、今日はいい感じですね。で、そうそう、マルチカメラとか音声合成がもう本当手間がなくなったんで、今はもうなんかピンマイクだけ回しとけば、あと適当に何のカメラでもいいからごちゃって撮っといて、でもう帰ってきてそれを全部フルレルアイズで時系列にバーって並べてっていう編集スタイルになったんで、なんかドリ散歩もメインチャンネルもある意味1個のタイムラインにバーッと並んでる状態で1回、タイムライン作って、それをメインチャンネル用とドリサンネル、ドリサンネルだって、ドリチャンネル用に、分割するみたいな。怖いなこれ、来るよね。やり方になったから結構ワークフロー的にはやりやすいんだけど、延庫時間はね隠蔽できないですね。延庫っていうか、延庫もだけど、むしろアップロード時間かな、アップロード時間がどうしてもね、アップロードしてから YouTube 側で、それでもだいぶね処理早くなったと思うんだけど、やっぱり 4K の60フレームをなんかサーバー側で見れる準備状態にするのにはそれなりに時間かかるから、なんかすごい後ろからプレッシャーをかかると思ったら変なチャリが追いかけてきてね、並走してるね。そう、4K60 フレームの YouTube 側の延庫処理がだいぶかかるんで、どうしてもなんかなんとかその日の夜にメインチャンネルを上げるけど、ドリ散歩は並行して寝てる間にアップロードして、朝起きてエンコードが終わって成功してから公開するみたいなパターンになりますね。まあいいパターンの気もするけど、なんかボトボト言ってるなと思ったら、これなんだ、これなんかちょっとした電動犬2匹走ってチャリに不思議な乗り物みんな乗ってるような、なんなのあのめっちゃ可愛いタラタラ走ってんだけど、なんかあれ多分エンジンついてる、ガソリンのっていうかあれの音がしてた、なんかなんつうの、排気音っていうか、ブツ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 、そうだからワークフローとしてはねだいぶいいんだけど、でもなんか今日メインチャンネルのコメントで音が悪いって指摘があったなと思って、まあもちろん音すげえ良くはないんだけど、なんか話してる内容が聞き取れないとか、なんかそういう感じではないんだけど、ないと思ってんだけど音悪いかな、まあ、どうしてもピンマイクの限界かな、音こもっちゃう。
少し考えられるのはノイズキャンセルでもあんまほとんどかけてないんだけど、減らすとかもあるんだけど、これ以上音を良くしようとするとまたあのデカマイク問題でマイク沼に陥っちゃうんで、ちょっとね厳しいかな。そこまでひどいかっていうところがちょっと知りたいところではあるけど、あとはまあボリュームレベルもちょっと最近は少し気持ち控えてたんだけど、やっぱり他の YouTuber さんとか結構やっぱりみんな動画でも音圧稼ぎに入ってるから、そうすると僕のやつが相対的にちょっと音がちっちゃく感じちゃうのは確かで、やっぱもうちょっと音圧上げないと音圧競争に勝てないかなと思ってるところはあるかな。みんなすごいよね音圧、まあ、テレビ番組とかやっぱり切り替えると一気にボリュームボンと上がるような感じになるし、広告もなんかボリュームが上がりますっていう話があったから、やっぱそこにあの音圧にある程度合わせてあげないといけないとなると結構大変だと思うんだけど、ね、なかなか厳しいっすよね。ほんとね、なんかピシッと決まるところになかなかすぐ到達できないところが、ほんとみんなよくやってるよな。なんか俺遠回りしてる気がするんだけど、明らかに本当にね、なかなかね効率が悪いんですよね。なんかアプローチが下手なのかもな。基本こう散財するアプローチになってしまっているからね、ダメですね。あとは、あ、そうそうそう、みんなちょっと僕が散財したって言ったらカメラとかレンズとかを期待しすぎです。注意してください。もうそんなにカメラとか買いませんから、マジで。これ買わない買わない詐欺ではなくて本当に買わないですから。もうねカメラはいいでしょう言ったって。まあレンズは100歩譲ってあるかもしれないけど、でもレンズもないわな。別に画角としては今あるやつで完璧なわけで、問題はそこじゃないんで、まあ、レンズを新しく買ったからって今の僕の悩みは解消されるわけじゃないので、もうレンズも買いませんよ、ボディも買いませんよ、OMD とかも絶対買わないからね。OMD EM1 にするぐらいだったら T2 で撮るわっていう。だってなんか手ブレとかじゃないんだもん、そこのポイントは。 GH5 のポイントは 4K60 フレームが結構ポイントだから、OMD とかにするメリットはあまり今のところ感じてないんですよね。だったら XT2 で 4K30 フレームで撮れば、十分その広角で、まあ、ある程度手ブレ補正が効いた動画撮れるから、まあね、そこまではちょっと考えてないかな。だから僕は昨日のドリ散歩でもう散財にした人はゲロってるんで、このチャンネルを聞いてる皆さんだったら全然もう分かってると思いますけど、買ったのはないですよ。ピンマイク、ポータブルピンマイクなんで、そこのところご了承いただければと思います。でもそれでそのさっき言ってた音の悪い問題が、まあ、ピンマイクの性能でどのくらい変わるのかすごい楽しみ。まあ、ロードのやつ言っても、お、声怖いよ。今なんか青信号なのに車が止まらずに突っ込んできた。ロードのやつは言っても、まあ、結構カジュアル向けっていうか、コンシューマー向け iPhone 用ピンマイクなんで、タスカムのやつは一応あれ業務向けに近いんだと思うんですよね。まあ、そもそも業務向けのマイクとか音響装置を売ってる会社だから、だいぶ違うんじゃないかな。接続の端子部分もね 3.5 ミリのピンジャックじゃなくて
なんかあのちょっとネジでぐるぐるって回すようなちょっとプロフェッショナル感のあるあれもいいですよね。なんかいつも僕もこの Zoom の H1 の 3.5 ミリのピンジャックのところは怖いから、あのいつもテープで巻いて外れないように固めちゃってるんですけど、そういうのをしないでも済むからね。やっぱりそこら辺はあのプロ用機器はすげえ考えられてるからいいな。あとね、 GoPro もね、また GoPro 推しでみんなにあのもうついてけんわって怒られてますけど、あの GoPro もね、その使い勝手はよく考えられてますよね。この、 あの画面タッチパネルがロックできると、簡単にスワイプでロックできたりとかあのなってるから、本当誤動作をね防ぐためのユーザーインターフェースがやっぱりすごい。なんか放送業界とかでなんか喜んで使われる理由が分かる気がするな。ということで、もうなんかルートが定番化してきちゃってるから、鳥散歩どうだろう、新鮮味がなくなっちゃうかな。たまに違うルートで行きたいんだけど、今日ねまたミーティングがね朝早いっていうかね、なんかね最近ちょっとプレゼンテーションアンギャしてる感じで、なんかちょっとプロジェクト説明プレゼンする人みたいになってきてるから、今日も結構ねあの大人数のところでなんか発表しないといけないっすよね。本当辛いわ英語がお前何年住んでて英語言うんだって感じなんだけど、マジで、あのテキストズあのテキストズスピーチでやりたいぐらい。そこに入力する英語が間違えてる説がある。ってことで頑張ってまいります。ちょっと帰り取れるかどうかもしかしたらちょっと分かんないんだけど今日、そんな感じでよろしくです。キーワードはプレゼンテーション頑張ります。頑張ってね、あ、これ頑張ってねのがいいね。プレゼンテーション頑張ってねにしとこう。あのコメントとしてナチュラル感が出る。さあ毎日日替わりスープだから、今日はトマトスープにこのいつもねトーストもらってるんです。これでここね、トマトスープ結構酸っぱくてうまい。ちょっと全然見えないかもしれないけど、ちょっと今日のバックスペースのライブのために今インスタンスのパワーを一時的に増強。これがね iPhone からできちゃう恐ろしい世界ですよ今時。見えるかな、今ねインスタンスのメモリを一時的に4ギガから8ギガ、 CPU のコアも倍増してます。なんかちょっと買ってこうかな。このブルーボトルのアイスコーヒーとか結構これねちょっと甘いんだよね確か。このなんかねチョコレートとあのパフォーマンスバーみたいなやつがえらい充実してるんですよね。何この一口で一食分みたいな。どんだけアメリカ人ポテチ好きなんだよこれ。ポテトチップスチョコレートだって。ちなみにこれダンデライオンっていう有名なチョコレートですけど、この板チョコ1枚で8ドル。このシンプルガムって良さそうだな。このミント買ってみようかな。うわこのガムすごい。これまあナチュラルグレイングレディエントで作ってるって言ってんだけど、開けたらなんかむき出しでなんかすごいな、なんか鯉の餌みたいなのが出てきた。パッケージも凝ってる。なんかこうむき出しのガム入ってて、ここにあの捨てる用の紙が別途入ってるんだ。